父様。坂本。藩の五十役に覚えてもろちょったとは、こりゃまっこと嬉しいことですな。御主脱藩もんでありながら土佐に舞い戻ってきたがか。家の者呼び合い。人を呼んでも無駄ですろ。わしゃすんぐに逃げる気。市長氏に向こうってなんじゃ。どういてわしの前に現れた。ちっくと許せんことがありましての。わしの手柄を横取りされるがを黙って見ようわけにはいきませんき。手柄。わしが土佐勤王党を飛び出したがは竹地さんの考えが緩すぎたきぜよ。己は大殿様の家臣じゃいうところから離れられん、あの律儀さにわしゃほとほと呆れ返ってしもうたがじゃ。お主何を言いたいがじゃ。吉田東洋を斬ったがはわしじゃ。あの男は開国はじゃったきの。わしが天中を下してやったがじゃ。何を言う。おじいを殺したが勤王党じゃ。あれは雨の夜じゃったの。城から出てきた東洋をわしゃずっとつけとったがじゃ。あの時東洋と一緒におった上司は福岡当時唯いない大崎健三、そしておまんじゃ。東洋がおまんらと別れた後、ちょうど帯屋町の辻に差し掛かった時にわしは切りかかってやったがぜよ。ええ加減なこと言いね。ああ、おじいとの一緒におった提灯持ちやの襲ってきたが三人じゃと言いよったぞ。あの男らはわしが雇ったヤクザもんぜよ。ああ、東洋も新掛流の使い手じゃきの。念には念をと思うての。わしは背後から切りかかり、東洋が身を翻したところで右足を切り払った。情けの地べたにひっくり返った東洋の左肩から今朝がけに切り殺してやったがじゃ。竹さんらが大殿様のためじゃなんじゃ言いながら、わしの手柄を横取りして華々しゅう腹を切って、あっぱれ竹地らと喝采を受けた日にゃ、わしゃも悔しゅうて悔しゅうて夜も眠れんかぜよ。誰さまと、おじいは恩師を認めちゃったんやぞ。わしの目の前にの恩師を置く職人と。そんなことはわしによっちゃどうでもええことぜよ。何おし、それでも侍か。よく申しよ。おまんにゃじゃ切れんぜよ。わしを捕まえることは誰にもできねえぞ。